はい、こんばんは。今日になってですね、今日、10月12日ですね、Nexus 7 の、OTA アップデート、まあ、設定のですね、端末情報のところから簡単に、アップデートができるというものですけど、それが、まあ、日本でもね、開始されたっていうような情報がちらほらと、検索エンジンにね、引っかかるようになり始めたんで、よし帰ってやってみようと思ってね、やってみましたがですね、まあ、実際のところ、できなかったといったところです。まあ、このタブレット情報のところからですね、まあ、アップデートするシステムアップデートですね、これがまあ正規の方法。まあ、知っての通り、あの Nexus 7はまあグローバルモデルになりますので、こういったアップデートもですね、比較的早くできないといけないんですが、今 A4.11 ビルドがですね、JRO03S ですね。ただこの 03D とかの端末であればですね、できるということらしいんですが、日本に出てる03S っていうビルドではですね、なんかすぐにできないといったね、情報がちらほら出ております。まあ、ちょっと帰ってみて、やったんですが、確認してもですね、お使いのシステムは最新の状態です。ということで反応がありません。仕方ないので、いろいろ、ググってたんですけど、なかなかいい情報は発見できました。これからちょっとそれをやってみようと思うんですが、設定のですね、画面の中から、端末のアプリのところ、こちらを開きまして、普段はダウンロード済みのところになってるんですが、これをまあ、すべてが表示できる状態に、移動して、Google のですね、サービスフレームワークというものを一旦止めてですね、消すという荒技らしいです。まあ、これはルートを取る、まあ俗に言うですね、脱獄っていうことをしなくても、また、ファクトリーイメージなんかをね、取ってきて、それを焼き込むっていうのはね、Android SDK なんかをインストールするっていうのはね、手間とかもいらないので、おすすめですよというような感じでね、紹介されてました。ありますね。Google サービスフレームワーク。こちらを、まず、強制停止する。そして、データを消すと。これをした状態で、設定画面に戻って、システムアップデートをやると更新確認をした時間がね、1970年とかいう日付に戻ってるいうことですね。確かに戻ってますね。この状態で今すぐ確認っていう操作をすると OTA アップデートができるということらしいです。さあやってみましょう。どうだ？お、来た、来ました。 4.1.2 システムアップデートですね。今ダウンロードしてますね。本当だ、すげえ。で、完了しました。あ、再起動してインストールしたやったんですね。よいしょ、はい、再起動中です。どうかな、このぐらいにしとけば見えますか。はい、今回は結構ね、アップデートとしてはやっぱり中のね、フラッシュの中を焼き替えるというような形の作業なので、一応時間的にはね、ちょっとかかるみたいです。こういう方法があったんですね。なんとなんと。はい、今普段の起動には見ないような画面ですね。これ多分中のロも書き換えてる作業だろうと思うんですけど、結構ね、時間かかるらしいです。見えますかね、ゲージがね、うっすらあるんですけどね。今なんぼだろう、3分の1をちょっと過ぎたあたりですね。はい、まあ仕事行ってる間ね、
ネクサス7は、充電しておきましたので、バッテリー 100% でね、作業ができます。まあ、驚くほど変わらないとは思いますがね。はい。今半分超えましたね。終わったのかな？はい、通常の起動している画面ですね。はい、多分これで4.1.2 にアップデートできたんではないかなと思います。まあ NEXUS 7はあの起動もね早いので、まだこれからアップデートみたいですね。アップグレードしています。39個中6個7個という感じでどんどんあれですね、変わってますね。アプリを最適化なので、今入れてるアプリの、まあ適用するようにねやってるんだと思います。起動画面だ。はい、無事起動しました。まだちょっと起動しきってない感じなんで、まだ画面がちらついてますけどね。はい、だいたい起動し終えたと思います。いうことでタブレットの情報を確認してみましょう。はい、 Android バージョン 4.1.2 ビルド番号が、JZO54K ですね。はい、ちゃんと新しいですね 4.1.2 にアップデート完了しました。はい、まだねあの OTA アップデートできてない方もですね、ぜひこの方法で試していただきたいと思います。今私初めてね、Google サービスフレームワークを、止めて消すことによる、OTA アップデートのやり方っていうのをね、ブログの記事で見て初めて、やってみました。一応あのこの動画 YouTube にアップロードさせてもらおうと思いますが、その、私がね知り得た、この方法のですねブログの記事の URL も、説明の方でね記載させていただこうと思いますので、ぜひ、生アップデートのねこの動画を見て、私もやってみようと思われた方はですねチャレンジしてみてください。はい、どうもご清聴ありがとうございました。いいね。
はい、引き続きすいません。はい、これやらないでどうするっていうのね、思い出したんで一応紹介しておきます。新しくですね、バージョン 4.1.2 にアップデートされてからは、このホーム画面のですね、傾けて、方向がローテーションする、これができるようになりました。これバージョンアップ前にですね、はい、回しても、画面回転しませんねっていうのを、映し損ねてたんで、とても残念なんですが、一応、バージョンアップ後のですね、状態を、ご覧いただいておこうと思います。一応画面回転できるようにロック解除してあります。で、普通の、今までのね、スマートフォンで Android を採用している端末なんかはですね、はい、まあこういう感じで今回りましたね、90度ね、はい、左を下にした時にこういう画面になるとかですね、あと、右をした時、下にした時に、回転して見えるようになる。ここまではね、できる端末は非常に多かったです。問題は iPad みたいに、本来は上であるところを下にした時に、画面が180度、ちゃんとローテーションできるかどうか、できない Android の、スマートフォン非常に今まで多かったです。私の持ってる、スマートフォンも、まだできないです。で、私ちょっとこれ Nexus 7興味あってですね、やってみました。はい、180度回転して、ちょっと見えにくいですけどね、ここにカメラがあります。本来は上にあるはずのカメラが今下になってますね。これちゃんと見えるようにね、回転しましたね。こういうふうに、4.1.2 にアップデートすることによって、180度回転もできますんでね、自分が使っていて、相手にこれどうですかと、まあ見せてですね、また、自分の方に、戻してまた操作してどうですかってお見せすることができると、まあそういうね、ビジネスライクな使い方が、これでより一層できるようになったと思います。はい、もうこれでね、ほとんど、画面の回転に関してはもう iPad とね、全然変わらないぐらい、勝負ができるんではないかなと。あと、まあ軽さとかに関してはですね、もっさり感も前からなかったんですね。まああまりアプリは入れてないのでもっさりしてる感じは全然ないんですけど、はい、そんな、なんて言うんだろうな、これに回アップデートしたから、こんなに軽くなったっていうようなね、感覚は今のところ受けてないです。ただまあ早いのはね、いくら早くてもいいので、はい、以上、Android、Nexus 7 4.1.1 から、4.1.2 へのアップデートの紹介でした。はい、ありがとうございました。またね。